はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、仕事したんでもう目が赤まっちゃいました。朝からまあちょっと忙しかったですね。ちょっと最近すごい忙しいんですけど、結構理由があって、まあ、うちの会社もですね、まあ、ようやく量子コンピューターの使い方とか、まあ、一通りですね、量子アニーリングから量子ゲート方式に着くから、まあ、最近はフォルトダイアントクォンタムコンピューター向けのですね、アルゴリズムなどの、まあ、かなりですね、広範囲にわたって量子コンピューターのアルゴリズムや、まあ、使い方、そしてですね、自社製のツールっていうのを、まあ、どんどん作ってきました。で、最近の結果としては、業界全体が誤り訂正の方に行っているので、より次世代のハードウェア、より高、大規模なハードウェアですね。そして、量子ビットも多くて、量子ビットの精度が高くなるような誤り訂正と呼ばれるような機構を持ったようなハードウェアの方に進んでいます。で、これはですね、2015年か2020年まで進んでいた量子コンピューターのアルゴリズムでハイビット方式があんまりですね、速度出ないんですよね。実用的には今のコンピューターよりもそんなにですね、まあ、速度変わらないということで、やはりですね、長くて大きい計算を量子コンピューター単体を使って行わなきゃいけないという方向性に向かっています。そうすることによってですね、ボストンコンサルティンググループが2019年に発表しているロードマップでは、ニスク時代の次はですね、ニスク時代というのはですね、小規模なエラーありの量子コンピューター、これはハイブリッドで使うことが前提です。そしてですね、次の時代は量子超越時代、量子コンピューターの性能がスパコンを凌駕して、いよいよですね、高速化していく時代。そして第3段階は汎用量子コンピューターの完成ということで、量子コンピューターが完成してですね、市場が一気に広がると。で、おそらくですね、汎用量子コンピューターが、まあ、出来上がるっていうのは、今のロードマップだったら2040年とか2050年とかっていう予定だと思うんですけど、Google はですね、2029年と言ってるんですけど、その前にですね、量子超越時代があるんですね。で、ニスクのハイブリッドはですね、最近はだいぶ下火になってきてるので、まあ、その代わりにハイブリッドではないですね、フォルトダイアントクォンタムコンピューターを活用した新しい量子コンピューターの高速化時代っていうのが来ています。で、そんな中ですね、やはりフォルトトライアントクォンタムコンピューターになってくると、やはりですね、ハイブリッドと違って、今のコンピューターとだいぶアルゴリズムは変わります。なので、そういったですね、高速性の使い方ですとか、量子コンピューターの使い方っていうのをですね、VQE とか QAOA と言われるような、量子コンピューターと普通のコンピューター、ハイブリッドで使うですね、アルゴリズムとはかなり違ったものになってくるということが予想されます。で、最近はですね、さらにですね、ハードウェアもかなり進んできてまして、まあ、少々非電力ですね、今後ですね、実現されていくと、どんどん量子コンピューターの使い勝手が良くなってくるということで、既存のコンピューターとですね、まあ、比較して、消費電力やコストが下がってくるということになれば、まあ、いよいよですね、まあ、消費電力、発熱量が減ってくると、まあ、量子コンピューターのですね、使い道がまあ出てくるというわけになります。で、うちの会社がですね、まあ、最近非常に忙しいというかですね、まあ、ようやくですね、まあ、いろいろ試行錯誤して、まあ、量子コンピューター分野でもですね、今は4つあります。量子化計算、金融シミュレーション、組み合わせ最適化問題、機械学習ですね。で、このうち量子化学計算、そして金融計算はですね、他社にお任せ、もしくは大学と連携してやってます。うちの会社で集中するのは組み合わせ最適化問題、そして機械学習ですね。で、なんでかっていうと、量子化学計算、小位置計算、金融シミュレーション、これはですね、量子振幅推定、これはですね、理論的な高速化が、まあ、保証されてる。で、その代わりですね、これはハードウェアが発展しないとできないわけですね。で、一方、ディープラーニングに、代表されるような機械学習や最適化計算っていうのはですね、これは理論的にではですね、やはりその保証っていうよりは、まあ、経験値ですね、経験則に近いものがあると。で、説明に関しては後からですね、まあ、説明できるようなモデルっていうのを作るっていうので、まあ、世界中でやっぱりそのディープラーニングにしても、そのビジネスになる部分っていうのは、一個一個のビジネスに対して、どういうふうに機械学習のモデルを適用して、そのですね、実測値でビジネスを高速化していく、そして精度を上げていくかというところが結構大事になってくるわけです。で、それは量子コンピューターであっても今のコンピューターでも一緒で、将来的には量子コンピューターを使った大量なデータをですね、非常に少ない消費電力で大量に裁くことができるということが非常に期待されるわけです。なので、今のコンピューターを使って、まあ、大量データを処理する。まあ、非常に時間もかかりますし、消費電力もかかると。一方、量子コンピューターになった場合には、まあ、状態ベクトルを使って、より大量のデータを、まあ、その少消費電力で処理するということが、まあ、期待されてくるんじゃないかなという手応えをだんだん、感じ始めています。で、そうなってくるとですね、うちも、QAOA とか量子アニーリングとか、まあ、機械学習関連をですね、やってると、まあ、非常にですね、やっぱ有用なモデルですね。例えば、予測値をですね、出したりとか、ある行動を分類したりとかっていうことで、分類問題回帰分析ですね。
あたりの、まあ、依頼が非常に増えてくるわけです。でそうするとですね、まあ、意外と量子コンピューターやってると今のコンピューターの気づきがあって、今のコンピューターの技術がどん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 上がっていっちゃいます。でうちらはですね、最近非常に問い合わせが多いのは、それ今のコンピューターと量子コンピューターをまあ比較してですねやるんですけど、今のコンピューター単体のですね、そのモデルの作り方、つまりうちはですね、ツールを一から全部作ってるんで、こういったツールの使い方ですとか、パラメータのチューニングの仕方、そして Python の使い方、そしてですね、数学や物理が得意な人がもう集まってるんで、これは必然的にですね、データサイエンスがめちゃくちゃ得意になってきてるっていう、まあちょっと副産物なんですけど、あります。でそうするとですね、どうなってきたかっていうと、やはりですね、で、AI データをどうやって使えばいいかっていうのが、まあ、非常によく分かってくるわけですね。なので、各会社さんに合わせて、そういったですね、データの使い方をですね、提案する。そして、弊社から、どういったこのデータに対して、どういったものを使えば、データに価値を与えられて、そこをですね、利益にしていけるか、っていうところが、まあ、結構見えてしまうというのがあります。そうするとですね、例えば時系列データ、そして例えばこういった分類されるべき、まあ、データですね。で、いろんなところにデータがあるんですけど、それぞれのデータにどんなモデルを適用していけば、まあ、うまくいくのか、そしてそれぞれのデータの精度が上がらない理由、上がる理由っていうのをまあ分析していくわけですね。で、そういうのをしていくと、こういったですね、時間をかけてやるよりも、まあ、パッとですね、このモデル、そしてこのパラメータ、でこれはこういう理由でこれ上がってますっていう機械学習のモデルとですね、パラメータ、そして使用用途ですね、あとはデータの異常値を含めたクレンジングを含めた全てのパッケージですね、これがですね、結構うまく処理をできてしまいます。でかつそれだけではなくて、うちの会社ですね、もともとウェブデザイン会社、そしてその後ウェブのシステムを作ってたんで、そのデータベース周りの設計、そしてセキュリティ周りの設計ですね。なので、まあ、ユーザーのですね、認証関連、そしてデータベース、そして運用マニュアル。さらに、その上でさらに、そういったデータベースの中のデータを使って演算をするわけなんで、AI の演算モデルですね。なので、データ、貯めたデータ、宝なんで、会社の宝をですね、まあ、皆さん全然活用できてないんで、そういった活用できてないデータをですね、このモデルに入れることによって、次のですね、行動が予測できますよ。もしくは、御社はこのデータ類は実は散らかっているように見えて、こういった分類に分けられますよっていうところをですね、計算して戻してくるということになります。で、さらに、うちの場合はですね、もともとインターフェースを作ってたんで、そのデータをですね、担当者が簡単に呼び出して見えるようにすることができるということで、まあ、スマートフォンアプリ、もしくはウェブアプリの形に仕立て上げることができるということで、なんで、データのモデルをですね、会社のデータをですね、集めてきて、それがどういうふうに使えるのか、どういう傾向があるのか、で、それをですね、さらに担当者が自分の目で見てですね、確認できるようなインターフェースまで全てですね、実装できてしまうということで、まあ、最近はですね、そういったデータの実装ですね、データの取得、そしてモデル作り、パラメータ調整、そして最後はデータの可視化ですね、インターフェース、インアウトですね、インプット、アウトプット、すべてをですね、一緒くたに全部作ってしまうということをしています。で、これはですね、量子コンピュータ業あの、世界でも多分変わりません。なので、現状は同じになっています。なので、こういったデータをですね、ぜひですね、会社の中にあるものっていうのが、まあ、分からないものは、まあ、その宝になるはずなので、まあ、ぜひですね、一刻も早く、そういった会社の中のデータをですね、その利益にして、今もリモートワークとかも増えてますんで、そういったですね、データ社会に対応できるような、まあ、強いですね、会社を作っていけるような、まあ、そういったですね、活動を、まあ、地道にしていければいいかなと思っています。今回はですね、ちょっと珍しい話だったんですけど、以上です。